はい皆さんこんにちはバイトサイズジャパニーズのレイラですえっ、ー、とね先週の土曜日に私は人口 population 人口が60人の島にあるマイクロブルアリーに行ってきましたでね本当にそれが素敵で楽しかったのでそのまあ、ミニトリップ の、えー、話を、今日は皆さんとしたいと思います。はい、えーとね。今、私が住んでいる場所はね、岡山県の笠岡市に近い場所ですね。で、まあ、今、私が行った人口六十人の島は、まあ、その岡山から、えーと、見た瀬戸内海。 瀬戸内海にたくさんある島の一つなんですね。え皆さん瀬戸内海行ったことありますか？あの広島も瀬戸内海にまあ、くっついてますよね。広島からも見えます。瀬戸内海はあの海の名前ですね。瀬戸内海は本当に穏やか、very calm calm な穏やかな海 で、たくさんね小さい島があるんですね。で結構暖かくてあのうんほにね私はその景色が好きなんですね、うん。あの、広島の尾道も瀬戸内海にあってで、結構ねサイクリングが有名です。綺麗なな海を見ながら 20キロとか4 0キロえー、サイクリングできるんですね。あのまあ、自然が好きな人とかアウトドアが好きな人はもう是非ね。尾道、えー、おすすめです。はい、そうそうで、えー、私が行った。その人口60人の島はまあ、そのえっ、ー、と瀬戸内海にある。本当に小さい。 島で笠岡の港ポートからえっ、ー、とね。1日に多分3回か4回だけ。船がその島ムシマに行くんですね。うんであの猫がね。たくさんいるんですよ。その島にはまあ。20匹から30匹くらい猫がいるんですね。 でもあんまり人に餌をご飯もらっていないので結構ね見るのはかわいそうそれくらい痩せてました、うんまあ、でもなんか、まあ、家猫じゃないけどうんまあトラとかライオンみたいに、まあ、ワイルドじゃないその真ん中くらいですねでなんか自分で鳥を 捕まえて捕まえる means to catch を、うん、食べるみたいですねうんでそんな島にあのすごく小さいマイクロブルワリーがあったので、えーまあ、私の彼氏がお酒が大好きなので、えー、行ってきましたですっごくね優しい雰囲気アトモスフィアであの まあそのお酒ビールを作っているおじさんがもうずっとね私たちと話をしてくれるんですねで私の名前も覚えてくれて本当に友達みたいな感じでまあ地元のそのローカルのうんフィッシャーマンおじあー漁師フィッシャーマンの人も結構そのブルワリーに行くんですね でそのブルワリーのおじさんは本当にみんなの名前を覚えていてあの本当にね優しくて話も上手でなんかもう本当に私はね楽しかったです。やっぱりよく考えるとこんなにフレンドリーなお店カフェって 大きいい町にはないですよね、うん、やっぱりその島は田舎で人も少ないから本当にコミュニティがねしっかりあってもうみんなが知り合い、うん、あとは、まあ、そのおじさんが行ってたんですけどそのおじさんは昔大阪からその島に引っ越したんですね。で まあ、おじさんのお母さんも一緒に島に引っ越した時に、えー、ある日おじさんが東京に出張用事があって東京に仕事に行った時に東京に電話がかかってきてするとそのおじさんのお母さんがとてもあの体の調子が悪くなって。 でそれを、まあ、その島の村の人たちが見つけたので、えーね、あのボートに乗せて大きい島の病院に連れて行って命を助けてくれたらしいんですね。でそういうことがもうどの家のおじさんやおばさんにもあってでももしそのお母さんが、まあ、大阪のね大きい アパートに住んでいたら多分誰もねそのお母さんが病気になったことに気が付かなかったんですよね。なのでこれは本当にもう小さいコミュニティの小さい島だからできることで私はねそれがすごく素敵だなと思ったんですね。本当に人が 優しい、うん、でもやっぱり大きい町だったらあまり他の人のことは気にしないですよね。うん、なので、えー、ね私は本当に、えー、都会じゃなくて田舎に住んで人とか自然と、まあ、近い場所でねあの生活したいなってすごく思いました。うん はい、ムシマという島です、えー、笠岡諸島で Google で検索してみてください、まあ、もし海とかね自然が好きだったらそういう瀬戸内海の小さい島とか村は本当にねあの旅行にもおすすめですぜひ検索してみてくださいはい、じゃあ今日はねここまでです いつもね聞いてくれてありがとうございます、えー、今日もお仕事勉強頑張ってください良い一日をバイバーイ